こんにちは、アルソレルです。今回はガンダムシリーズに登場するマスコットキャラクターのハロを作っていこうと思います。まずは立方体にサブディビジョンサーフェスをつけてざっくりと球体にします。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にしておきます。で、そのままサブディビジョンサーフェスを適用します。次に大まかに目と口と手足が収納されている四隅のハッチを作ります。まずはハッチから作ります。タブキーで編集モードにします。点キーの位置で正面からのビューにします。上下左右対称に作りたいんで4分の1にして作業します。編集タブからオートミラーを X 軸と Z 軸に適用します。オートミラーを有効化してない場合は手作業で頂点を削除するか、そのまま1分の1のまま編集してください。でもオートミラーはめっちゃ便利なんで、この機会にでもぜひアドオンを有効化してみてください。ではこの4つの面のあたりを丸くしていきます。まずは中心の辺をちょっと細分化します。真ん中の縦5つの頂点のうち、その真ん中以外を選択します。右クリック細分化を選択します。これで選択してた頂点の真ん中に一つずつ頂点が挿入されました。そしたらナイフツールで丸の基準になる辺を作っていきます。 K を押して先ほど作った頂点を含む円を作るような感じで辺を作っていきます。辺が作れたらそのままシフトプラスオルトプラス S で球体化させます。係数が1になるようにしてください。これでハッチができました。タブキーでオブジェクトモードにして Z 軸に対してかかってるミラーモディファイアを適用しておきます。次に口を作ります。タブキーで編集モードにします。点キーの位置で正面からのビューにします。真ん中とその一つ上の頂点と真ん中から右に2つ目と3つ目の頂点を選択して右クリックから細分化します。今作った頂点を選択して J で辺を作ります。これで口ができました。次に目を作ります。フルキーの3で面選択に切り替えます。さっき作った口の一つ上の面に I で面を差し込みます。右クリックで差し込んだ面を細分化します。フルキーの位置で頂点選択にします。差し込んだ面の各頂点から外っ側の四角形に辺が伸びるようにします。まずは外っ側の四角形を選択して右クリックで細分化します。 J で差し込んだ面と外っ側の四角形のそれぞれ近い頂点をつなぎます。これで大まかに目と口とハッチができました。微調整する前に全体の形をきれいな丸にします。タブキーでオブジェクトモードにします。右クリックスムーズシェードを適用します。さらに滑らかにするためにモディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは3にします。より綺麗な球体にするために同じくモディファイアプロパティからキャストを追加します。シェイプ座標軸はそのままで係数の値を 0.9 にします。係数が1に近づくほど綺麗な球体になるんですけど、そうするとこの後整えていく目と口とハッチの凹凸感が現れなくなっちゃうんで 0.9 にしています。綺麗にできたら次に口とハッチを調整します。タブキーで編集モードにします。口を選択して G を2回押して頂点をスライドさせて口の上がり具合を調整します。調整できたらフルキーの2で辺選択にします。見にくいんでモディファイアを編集モードで全部非表示にします。筋彫り加工をするためにハッチと口をそれぞれ選択してコントロールプラス B でベベルをかけます。この幅が筋彫りの幅になります。フルキーの3で面選択にします。そしたら一旦上側のハッチだけを選択し直します。中が見やすいように動画では画面分割しています。E で面を内側に押し込みます。同じことを下側のハッチでも行うんで、きっちり同じ量を押し込みたいっていう場合は、オペレーションパネルの移動 Z の値をメモっておくと便利です。下側のハッチを選択して、E で内側に押し込みます。上のハッチと同じ量を押し込みたい場合は、さっきメモっておいた値に変更してください。
同じように口も選択して E で内側に押し込むと、こんな風に後ろ側が貫通しちゃいます。なので右クリックで押し出しの位置をリセットして、そのまま S シフトプラス Z で Z 軸方向以外にちっちゃくします。これで筋彫りができました。オブジェクトモードで確認してみるとこんな感じで、もうちょっと筋彫りをくっきりさせたいんでクリースをかけます。今押し込んだところと表面の辺を選択します。押し込んだ面の筋彫りのラインに対して垂直に入ってるような短い辺は選択しないようにします。筋彫りが全部選択できたら、シフトプラス E でクリースをかけます。係数が1に近づくほどくっきりします。今回はくっきりさせたかったんで、1にしました。タブキーでオブジェクトモードにします。ガタついてるんで、オブジェクトデータプロパティのノーマルの中にある自動スムーズにチェックを入れます。この影が気になるんで、自動スムーズの角度を10度にします。まだ少し影が残ってるんで、もうちょっと角度をちっちゃくします。あんまりちっちゃくしすぎると他の場所に影響が出てくるので、その場合はサブディビジョンサーフェスのレベルを上げてみてください。これでハッチと口ができました。最後に目を整えます。タブキーで編集モードにします。点キーの位置で正面からのビューにします。今、すべてのモディファイヤーが非表示になっている状態です。これを再表示させて、さらに形字でをオンにすると、いわゆるオブジェクトモードにした時と同じ見え方になります。なのでこの状態で目の形を整えた方がいい気がするんですけど、こんな感じで押し込む前後で結構形が変わっちゃいます。サブディビジョンサーフェスとキャストを表示させるか非表示にするか、あるいはいっそのことを押し込んでしまってから調整するかは、やりやすいお好みの方法を選んでいただければと思います。動画ではサブディビジョンサーフェスとキャストを非表示のまま編集して、で押し込んだ後に気になるところがあったら修正するようにしようと思います。フルキーの位置で頂点選択にします。幅を狭くするために左右の頂点3つずつを選択して S でちっちゃくします。左右の目の距離を近づけるために目を全部選択してG、X で移動させます。もうちょっと縦長にするために真ん中の上下の頂点を選択して S で拡大します。形が決まったらフルキーの3で面選択にします。面を選択して E で内側に押し込みます。筋彫りと同じ要領でくっきりさせます。フルキーの2で辺選択にします。今押し込んだ面の外周と表面の辺を選択してシフトプラス E でクリースをかけます。ハッチと口と同じように係数は1にしました。これでハロのモデリングができました。続けてマテリアルを設定します。レンダープレビューにします。見やすいようにワールドをちょっと明るくします。ワールドプロパティのサーフェスの強さを5にします。レンダーエンジンをサイクルズにします。ではハロにマテリアルを設定していきます。マテリアルプロパティからマテリアルを新規追加して名前を付けておきます。プリンシブル BSDF のベースカラーを変更します。今回は黄緑色にしました。そしたら金属っぽい感じにしていこうと思うんですけど、マスコットキャラクターなんでゴリゴリのかっこいい金属感というよりは、金属っぽく見える樹脂みたいななんちゃって金属な感じのイメージでいきたいと思います。プリンシブル BSDF のメタリックを 0.7 くらいにします。粗さを 0.6 くらいにします。クリアコートを1にして表面をツルツルした感じにします。クリアコートの粗さを 0.2 くらいにします。これでハロ本体のマテリアルが設定できました。そしたら面にもマテリアルを設定していきます。タブキーで編集モードにします。フルキーの3で面選択にします。面を選択します。マテリアルスロットのプラスを押してスロットを追加します。割り当てを押します。これでスロット1が全体にで、スロット2が面に割り当てられました。スロット2がまだマテリアルが入ってない空っぽの状態なので、マテリアルを追加します。
本体のマテリアルを流用したいんで、リンクするマテリアルを閲覧から本体のマテリアルを選択します。このままやと本体と全く同一のマテリアルが目に割り振られてる状態なので複製します。タブキーでオブジェクトモードにします。このデータのユーザー数を表示を押して新しいマテリアルに複製します。これで本体のマテリアルと同じ値を持つマテリアルが目に割り振られました。名前をつけておきます。そしたら、プリンシブル BSDF のベースカラーを変更します。今回はピンク色にしました。本体と全く同じ素材にしたんですけど、もっとクリアパーツっぽくしても良さそうですね。これで目にもマテリアルが設定できました。これでもいいかなって思うんですけど、もうちょっと筋彫りが目立ってほしいんで、今回は目と同じ要領で塗り分けていこうと思います。タブキーで編集モードにします。重たいんでソリッドモードにします。モディファイヤーを全部非表示にします。筋彫り部分を頑張って全部選択します。マテリアルスロットのプラスを押してスロットを追加します。割り当てを押します。本体のマテリアルを流用したいんで、リンクするマテリアルを閲覧から本体のマテリアルを選択します。タブキーでオブジェクトモードにします。このデータのユーザー数を表示を押して新しいマテリアルに複製して、で名前をつけておきます。レンダープレビューにします。そしたら、プリンシブル BSDF のベースカラーの明度を下げます。これで筋彫りが際立ちました。今回は自然な感じにしたんですけど、本体と全然違う対照的な色にしても良さそうですね。これでハロにマテリアルが設定できました。あとは床を追加したり、ライティングとカメラの位置を調整したりして、F12 キーを押して出力です。お疲れ様でした。